皆さんこんにちは。今回何に関してね言及させていただきたいかというと、トルコに行こうと今計画してるんですけど、トルコ行きに関して同行者をね募らさせていただきます。トルコに関しては今まで66カ国行ったことがありません。というのも行ったことは一応あるんですけどね、空港で降りたことあるトルコ航空で、昨年8月にブルガリアに、ブルガリア政府の招待で行った時に、その時にトルコ航空関空から利用してイスタンブールアタチュルクの空港、まあそこは、テロの被害あってしまったところですけどね、去年ね。でそこのところを経由してブルガリアのソフィアまで行って、帰りも同じようにアタチュルクに寄った感じで、一応降りてはいるんですけど、そういう感じで中継する途中で途中降機とかね、その空港だけで滞在するっていうとか全くその渡航歴に入れてないんですけど、入れてる人も中にいると思うんだけどね。そうすれば多分プラス10カ国ぐらいになるんだけど、入れてません。でトルコにはまだ行ってないので、観光してないので、まあこれから行こうと思ってます。で、本当は中東に行くときにね、中東からいろいろ回ろうと思ったんですけど、まあ時間もかかります。トルコって意外に見どころ多いです。で、その中を結構回るとしたら多分2週間3週間ぐらいかかるのかなって感じはするんですけど、ツアーだと要所要所を連れてってくれるんで、楽といえば楽です。まあ基本的に私は、海外に行く際っていうのは、単独渡航で航空券だけ取って現地であとは手配するって感じなんですけど、たまにはねちょっと楽したい時もあります。でトルコに関してはツアーでいいやつがあるので、まああえてね、パムッカレとかエフェソスとか、あのカッパドキア洞窟ホテルね泊まれるやつなんかもあったりして、あこれはちょっとお得だなと思ってね、見てたわけですけど、11月30日ちょっと急で申し訳ない、11月30日か12月7日と考えてます。期間は8日間か10日間、どちらかです。でなかなかお休みが普通の人だとね、取れないと思う。学生さんとか定年退職された方、もしくは自営業で何かされてる方だったら、自分の都合に合わせて休みを取ることができる人だったらいいのかもしれないですけど、そうじゃないと厳しいと思うんですけど、ぜひね、もしトルコに行かれたい方がいらっしゃったらご連絡いただければと思います。11月30日か12日7日なんですけど、その方の、事情もね考慮したいと思ってるので、そこら辺は他にも設定日があるんでね、まあそれは相談させていただきたいと思います。一応出発地は成田か羽田だと思って、東京からだと思ってるんですけど、まあ関空とかね、あとは中部名古屋とかあの辺りからも出発することができるので、そこら辺はまずはちょっと メールをね、説明書きアドレス入れておきますので、メールアドレスの方に、連絡いただければと思います。それとともにね、まあ多くの方々からアキラさんがツアーを組んで、ツアーで参加したいって方もいらっしゃったんですけど、いずれはやる予定です。私はもともと旅行会社の社員でしたので、手配とか慣れてはいるんですけど、旅行業者ではないので旅行を、企画再行することはできません。あ、企画はできるのか、だから再行することはできないので、まあ大体の持ち込みでやろうと思ってるんですけどね、こういったツアー、例えばタイのバンコクで、まあこのね自分が案内するツアーなんかもね、どっかの旅行会社、一種の旅行会社にね、依頼をかけて、行こうというふうなことも考えてます。またその時は皆さんに告知させていただきますので、ぜひともね、参加いただければと思います。で今回はトルコということで、トルコに行かれたい方がいらっしゃったら、私の方に、連絡いただければと思います。ちなみに費用に関してなんですけど、8日間、まあ、から10日間、まあそれでいくらぐらいっていうと、だいたい11万から13万円ぐらいです。燃油サーチャージとか税金込みでね、これ何がついてるかっていうと、航空券プラス、ホテル、これは4つ星か5つ星かな、どちらか、まあいいホテルです。でさらには現地のガイドがついて、ガイドさんが案内してくれるわけ、天井にはつかないんですけどね。で、現地のその観光地いろいろ回ります。国内はねバスで忙しく回れるんですけど、そしてカッパドキアで洞窟ホテルも泊まります。それを含めて10から13万円なので安いかなって感じはするので、ぜひとも皆さんで、中でね、行きたい方がいらっしゃったら、老若男女男女問わずですね、ご連絡いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。